チーム関西は、関西地方で活動する日本の保守、右派系市民団体。主に在日特権を許さない市民の会、主権回復を目指す会のメンバーによって構成された、行動する保守を標榜する団体の一つ。2012年に代表者が辞任し、組織的な活動は停止している。在日特権を許さない市民の会、主権回復を目指す会といった。 ウハ系市民団体の関西在住メンバーや関西地方で活動するウハ系市民活動からの連合グループとして結成された。正式な結成時期は明らかにされていないが、荒牧安彦前代表の発言や旧公式サイトの共用開始時期から2009年10月中に結成されたものとみられる。荒牧が代表辞任を発表した2012年2月12日を もって表向きは活動を休止したことになっているが公式サイトでの活動告知や看破募集は現在も継続されている団体間の垣根を超えた共闘関係を構築するための集まりという側面が強く役職は代表のみ規約や会員制度は設けないなど組織構成は極めて簡素なものとなっているチーム関西が主催する形式で活動を行うことも あるが、各メンバーが所属している、右派系市民団体の活動に共産などの形で、関与するケースも多い。また、独自の寄付金口座を開設して、寒波を募っており、年間で100万円を超える額が集まったこともあると、いう。リベラル、左派寄りの政党やマスコミ、在日韓国、朝鮮人など、反日的とみなした勢力の球団を目的とした、外戦やデモを行うとともに、 乗船活動の一環として活動の様子を撮影した動画を YouTube やニコニコ動画などの動画投稿サイトにアップロードしている。外線やデモの現場で過激な言動を多用する傾向があり、業務妨害や器物損壊などの違法行為に及んだメンバーが刑事責任や2014年5月末までに7つの活動に関して50名が刑事事件の被疑者として送検されており、 そのうち少なくとも31名が基礎猶予処分となり、18名が有罪判決を受けている。また3つの活動に関してメンバーらに対する損害賠償請求訴訟が提起されている。メンバーや元メンバーら十数名に取材を行ったジャーナリストの安田光一はチーム関西をはじめとする派系市民団体には、 満たされない承認欲求を抱えた人々が活動を介して繋がり合うという一種の疑似家族的な側面が見られると述べている。他方で保守的な中間層が排外主義的な右派系市民活動の担い手になっていると主張する徳島大学の樋口直人准教授はチーム関西は主にブルーカラー層によって構成された同業界の中でも特異なグループでありチーム関西の事例から 社会階層の低い者が、排外主義に走っていると安易に結論付けるべきではないと主張している。2006年から2008年にかけて、在日特権を許さない市民の会、主権回復を目指す会、日本を守る市民の会といった行動する保守を標榜する、右派系市民団体が次々に設立されたが、これらの団体が本拠地を置く関東地方に比べると、 関西地方での活動は、規模、回数ともに見劣りするのが実情だった。このうち、在徳会では2007年2月と比較的早期に、関西支部を設立していたものの、同年11月までに発足時の支部運営陣が、全員辞任する事態となり、事実上の休眠状態に陥っていた。2008年11月、在徳会は、主権会の幹事として、独自に、 主権回復を目指す会、関西を立ち上げていたベテラン派系市民活動家の増式重を空席となっていた関西支部長に任命する。この頃から関西でも在徳会、主権会の両団体を中心とした街頭活動が行われるようになり、12月には大阪市で主権会、在徳会関西支部共済の大江健三郎を、球団外線が宇治市のウトロ地区で、 在徳会関西支部主催、主権会協賛の在日朝鮮人球団外線がそれぞれ開催されている。臓器は翌2009年4月に暴力行為法違反容疑で逮捕され支部長を解任されたが、6月には関西地方で初となる行動する保守系デモが京都市で開催され、在徳会、主権会の他日、森会などの複数団体が参加するなど、 その後も、共闘規模の拡大が続いた。また6月末に、川東大寮が在特会関西支部長に、西村人志が同会計に就任してからは、在特会主催の該当活動が急速に増加していった。そして同年10月になって、主権会が関西支部を設立したのを機に、同支部の事務局長に就任した荒牧康彦らを中心とするグループ。 チーム関西が結成され、街頭活動の告知、連絡を行うための公式サイトが開設された。なおチーム関西の公式サイトに掲載された最初の活動は、10月21日に在特会、主権会、非、森会及び日本女性の海所よかぜの各関西支部協祭で行われた毎日新聞球団外線である。チーム関西の結成後、 それに伴って、外戦やデモの内容。この時期の活動の多くは、在徳会関西支部と、主権会関西支部の主催、共産化で行われていた。この両団体の関西地方におけるトップとナンバーに、すなわち、川東大、両、西村人志、中谷達一郎、荒牧康彦の4名は、四天皇という。上記のような活動の専化に伴って警察による、 警戒の動きも強まり、2010年7月に大阪府警警備部が大阪水曜デモ妨害事件の参加者1名を逮捕、下の川切りに、翌8月には京都府警警備部が京都事件の参加者4名を逮捕、さらに翌9月には徳島県警警備部が徳島事件の参加者7名を逮捕するなど、4天皇をはじめとする主要メンバーの検挙が相次いだ。 逮捕、交流などより、主要メンバーを変えたことにより、活動規模は、縮小を余儀なくされ、活動の先鋭化もやや抑えられる結果となった。ただ、同年12月には、京都事件1周年を記念すると称して、在徳会、そよゼらと共同でデモを開催するなど、一定数の動員を伴う活動が途絶えたわけでは、なく、また2011年1月に起きた水平社博物館、 前差別外戦事件のように過激な活動も一部では続けられていた。起訴されたメンバーはいずれも2011年4月までにそれぞれの関与した事件について有罪判決を受けた。彼らのほとんどは活動の現場に復帰したが、主権会関西支部長の中谷達一郎はこれを機に活動の第一線を退いた。また、主権会も同年3月15日付で、 関西支部を解散させたため、チーム関西に対する主権会の影響力は失われた。同時期には、在特会本部と非、森会本部の間で、民事訴訟や刑事告訴の応酬を含む激しい対立が発生し、非、森会は在特会との共闘を拒否して、チーム関西から撤退した。こうして、チーム関西における、 扇のような役割はもっぱら在特会が担うことになった。主要メンバーの復帰により再び活動は活発化し、2011年3月の福島第一原子力発電所事故とそれに伴う電力不足を帰化として在特会が反反原発や反パチンコをテーマにした外線やデモを展開するようになるとチーム関西も独自にパチンコ禁止デモと題したデモや、 反原発デモへのカウンターと称した外線活動を行うなどの動きを見せた。その一方で、同年秋頃からいずれも主要メンバーの一人である。現代、なでしこクラブ代表の中谷良子と歴史絶像を正す、会代表の長月、雪の二人を中心にメンバー間の対立が次第に深まっていた。対立の発端となったのは9月11日に、 大阪市で行われた外線で、この時中谷が右翼団体とトラブルを起こしたことから、かねてから中谷の言動がトラブルの火種となっており仲間を危険にさらしていると考えていた長月は中谷との絶縁を決意。中谷の側もこの事件を機にメンバーの態度がよそよそしくなったと感じたという。また中谷に国民健康保険証を貸していた女性メンバーが、 貸した保険証でカードを作られているらしいと長月に相談したため、クレジットカード等の偽造カード作成の危険性もはらんでいるとして、11月の懇親会でメンバーらと対応を協議した。この頃から中谷が借りていた保険証を悪用して、クレジットカードを偽造したとの噂がチーム関西内に流れ始め、中屋への批判が強まった。 なお中谷が保険証を借りていたことは事実であり、後日詐欺罪に問われることになったが、カード偽造疑惑に関しては、女性メンバー名義のポイントカードを作成していただけで、クレジットカードを作成した事実はなかった。その一方で中谷を擁護する動きも見られた。12月に東京で行われた慰安婦の嘘は許しません。なでしこアクション2011と題する活動において、チーム、 関西所属団体のうち、中谷の現代なデシコクラブのみが賛同団体から外された際には、主要メンバーの一人で、日本シルクロード科学クラブ副会長の中曽千鶴子が、これに抗議する声明を出している。中曽をはじめとする擁護者らは、活動家として雑誌の取材を受けるなど注目を集めていた中谷に、対する嫉妬が一連の動きの背景にあると主張していた。 上記の主要メンバーの検挙や対立の影響もあって、チーム関西の主力を構成する在特会と主権会の対立もあらわになってきた。主権会会長の西村周平代表は、チーム関西の過激な活動が刑事事件化することで行動する保守運動全体がダメージを受けるのではないかとの懸念を抱くようになった。そして、大阪水曜でも妨害事件で、 チーム関西のメンバーが逮捕されると、西村周平はその事後処理を行おうとせず、チーム関西を切り捨てようとした。しかし、在特会会長の桜井誠はデモが、主権会主催であったことを理由に、西村に事後処理を行うように説得したところ、両者は口論となった。そして、これを直接の契機として、在特会と主権会は事実上田本を分かった、と、桜井は述べている。 桜井は西村と田本を分かった、重たる理由として、二つの理由を挙げている。一つは、京都朝鮮学校公演専用抗議事件の事後処理において、西村が検挙されたチーム関西のメンバーを切り捨てようとする態度を取ったこと、またその中で在徳会と主権会の路線の違いがあらわになったことである。もう一つは、西村が、 組織暴力団の幹部と関係を持っていたことであり、桜井は関西の県よりもより悪質だと主張している。これによると、桜井は関西での関係が悪化する前に西村にある人物に紹介されたが、不審に思った桜井が名刺の名を友人に調べさせたところ、その人物は組織暴力団の実動部隊トップだったのだという。一方、西村は 徳島事件の直後には、同事件に関与した荒牧きら4名を主権会から除名するとともに、チーム関西の活動には今後一切感知しない旨の声明を公式サイト上に掲載した。これにより、チーム関西における在徳会と主権会の共闘関係には終止符が打たれた。中谷をめぐる対立は2012年1月23日。 上述した女性メンバー名義の保険証を使用して保険診療を受けていた中谷が詐欺容疑で逮捕されたことにより一気に急展開を迎えることになる。在徳会の桜井誠会長は逮捕報道後に配信したニコニコ生放送で中谷と在徳会の友好関係を全面否定するとともに彼女が他にも余罪を抱えていることをほのめかした。また記事中で中谷と 在特会が連携していると書いた読売新聞に抗議するとして逮捕翌日の1月24日に支部長ら数名を引き連れて読売新聞大阪本社を訪問している。なお中田には徳島事件を機に大会するまで在特会の会員として活動しており、大会後もチーム関西の枠組みの中で在特会との共闘を進めていた。こうした在特会側の動きに対し、 中谷の支援者らは自己保身のための裏切り行為だと猛反発し、特に中曽は桜井会長やそれに同調したメンバーらに対して謝罪を要求するなど批判の動きを強めた。これに対して長月が再批判を試みたこともあり、中谷を批判するメンバーと擁護するメンバーとの対立は激しさを増していった。その最中の2月12日、 大阪市で主要メンバーを集めての集会が開催された。集会の冒頭、荒牧康彦代表は、行儀の良い人間だけが世の中を変えてきたわけではない。仲間がやったことについて、どうの、こうの言うのは、仲間として、人間として許されないと、中谷批判の動きを牽制するとともに、何かあったら、あげつらうような人間が仲間にいるようでは具合が悪い。 こういうごたごたに嫌気がさしたので、気をつけで一度チーム関西を辞めさせてもらうと述べ、自身の代表辞任と団体としての活動休止を宣言した。ただしメンバーらによる公式サイトの利用は従前通りに認められ、また、京都事件の弁護士費用を確保するために、チーム関西名義での看破も継続して募集することとなった。メンバー間の対立はその後も解消されず、 休止宣言直後には、在特会、そよ風、歴史鉄道を正す会など、中谷らに批判的なグループの活動告知が削除されるという事件が発生する。これに対して、在特会などが業務妨害に当たるとして、被疑者不詳での刑事告訴、告発に踏み切ったところ、中祖が仲間を貶めると、チーム関西としてふさわしくない言動をしている人が代表をしている。 会の告知を削除することは許される。卑劣な警察への密告とこの動きを批判するなど、事態は泥沼化の様相を停止始めた。こうした状況を受けて、在徳会では2012年4月頃から原則として、チーム関西公式サイトでの活動告知を取りやめ、全国地域別に独自に開設した活動告知用カレンダーページを使用するようになった。そよ風をはじめとする。 有効勢力もこちらのサイトに移行したため、チーム関西の公式サイトで告知される活動の件数は大幅に減少した。また、リーダー格だった荒牧安彦、西村人氏の両名が同年5月にローと制約教養事件で逮捕、収監されたことも活動規模の縮小を招いた。その後もチーム関西の枠組みを用いた活動は続けられたものの、 公式サイトに掲載された外線でも集会、ポスティング等の活動予定の告知件数は2011年下半期の約130件をピークに2012年上半期には約80件、同年下半期には約30件程度にまで減少した。2013年以降、活動の告知件数は大幅に減少し、内容は川東大、 両の個人的な活動報告が大半を占めている。2013年下半期には現代、なでしこクラブの活動告知が在特会、カレンダーページで掲載されるようになり、関西全体の活動告知のための機能は在特会カレンダーが担うこととなっている。荒牧康彦本人の功を参照。西村人志本人の孔を参照。川東大、両本人の孔を参照。 中曽千鶴子徳島県教祖業務妨害事件では、威力業務妨害罪を犯し2014年罰金30万円となった。現在は NHK から国民を守る党に所属し、川西市の市議会議員を務めている。中谷良子市民団体現代なでしこクラブ代表、自称ネイリスト。過去のブログには、アメリカ人の夫がおり裕福な生活を書いていたが、母親と二人で生活していた。 高校を中退後ネイリストの道を歩んだ。2010年徳島県教祖業務妨害事件に、加わり逮捕、懲役2年執行猶予5年の有罪判決を受けた2012年には、知人の保険証を悪用し、詐欺容疑で逮捕、本人は罪を認めた。2016年大東市市議会議員選挙に、立候補するも落選。桂田里市1961年生まれ、 右翼団体のナショナルセンターにあたる全日本愛国者団体会議元の副議長。右翼活動歴は30年以上にも及ぶベテラン活動家。1992年4月には天皇訪中に反対して首相官邸に荷,に荷台に火のついた自動車で突入するも未遂に終わる事件を起こして懲役5年。 2013年神戸市博物館で開催された特別展中国王朝の司法の開催延期を要求、これを断られ外戦者で抗議をしたが、暴力行為処罰法違反容疑で逮捕された。2018年1月朝鮮総連へのテロを起こし、現行犯逮捕された。この事件により、懲役7年の実刑判決を受けた。2018年11月15日には2017年に、 抗議活動をした男性に、全治1週間の怪我を負わせた事件の犯人である、疑いが浮上したことから暴行罪で逮捕された。この容疑に対し身に、覚えがないと否定している。三好康弘郎と製薬強要事件を起こして、逮捕された一人。山本正人純真同盟本部長、浜秋広元の瀬町議会議員。2012年問責決議案が可決された。 2013年の瀬町町議会議員選挙で落選。池本直通称は林風山と獅子の会の獅子座直。元在特会大阪支部長。2017年に阪南市議会選挙に立候補するも落選。京都朝鮮第一初級学校。ありがとうございます。